次の曲はですね、昔ね、うち、まあ、所属制っていうかね、所属を希望する方は、アーティストバンクっていうのを登録していただいて、所属を名乗ってもいいよっていうシステムがあるんですけども、まあ、ライブのアセンだったりとか、作詞作曲のね、とか、シンガーソングライターになりたい人とか、いろんな各種レッスンとかもやってはいるんですけど、その中の一人の女の子がね、1年前におりまして、夢の扉っていう、今、名前的にはね、ソラミドプレゼンツでね、やっていただいている夢の扉ミュージックタイムっていう、うちの、企画イベントがあります。それ、今はなんか大阪中心でね、やってますけど、神戸でもね、6回目ぐらいまでは僕がやってたんですけども、まあ、どんどんだから企画をやっていける人にはね、その企画イベントを教えて、もう若い人にどんどんね、継承していくか、つないでいっていただけたらなと思います。で、そのタイトルの夢の扉っていうタイトルがついてて、なんでその女の子の名前言ったかというと、その女の子のために弾き語りで簡単かなと思って G から始まる曲を作ったんですけど、結局、お蔵入りで使っていただくことがなくなりましたので、今回初披露です。イエーイ人前で歌うの初披露です。はい。では、夢の扉、聴いてください。
ょっとアドリブがしてきました。でもね、あの曲ってね、みんな作ってる人は分かると思うけど、あのコード進行があって自由なメロディーをつけて、それでまあ、あの盗作を免れているようなところはあるので、覚えておいてください。曲っていうのはあの無限になるのはアレンジです。